今日はアバター公開記念、絶対見るべき SF 映画ベスト3を紹介します。永久保存版、忘れないようにいいねと保存をお勧めします。第3位、インターステラー。クリストファー・ノーラン監督。食糧不足や環境の変化によって人類滅亡が迫る中、それを回避するために娘を置いて宇宙に向かう父親の運命はというお話です。注目はね、星によって時間の流れが違うんですよ。なので娘よりも父の方が若くなってしまうという相対性理論を映像化したのには圧巻でしたね。第2位、メッセージ。巨大な宇宙船が突如地球に降り立つ。世界中が不安と混乱に包まれる中、言語学者のルイーズは宇宙船で描かれる言語を解読するよう軍から依頼され、なぜ宇宙人が地球に来たのか、人類のメッセージは何なのかが明らかになるっていうお話です。この映画は宇宙船が世界数カ所に現れるんだけども、全部メッセージが異なってるんだよね。つまり世界が